はい、戻りました。次のゲームはスクイッドリッドというゲームですね。こちら解説の方いらっしゃらないので、もし解説できるという方がいらっしゃいましたら、名乗り入れていただければ、チャット欄での解説でもよろしいですし、ディスコードに入っていただければ、音声での解説の方をよろしくお願いしたいと思います。こちらのゲーム一応私もそうですね、この解説始まる前になんか買ってクリアしてきたんですけど、すごくコンパクトなゲームでして、ですね、まずゲームの簡単な説明というか、ゲームボーイを強く意識したゲームで、特徴のところに 160×144 ピクセルって書いてあるんですよね。まあゲームボーイの解像度が 160×144 ピクセルなんですけど、まあそれを売りにしているって感じで、まあゲームボーイを強く彷彿させるようなデザインのゲームですね。このゲーム先ほど買って、初見プレイで、まあ少しギミックとかの謎解きとかをちょっとスピードランドの先に見てからやったので、まあちょっとその辺ずるしたとはいえ、まあ38分でクリアしたので、まあ非常にコンパクトに遊べるゲームで205円ですね。このゲームストアページ入ります。こちらのゲームは、スピードランド .com に登録されている操作の数は、今回走られる、オールボスイズ、オールボスイズという、カテゴリーは20人の操作の方があります。結構、操作の方が多いゲームですね。Any% ということがあるってことは、まあ、オールボスイズと Any% があるカテゴリーがとしてあるんですが、つまり、特定のボスが飛ばせるということで、このゲーム、ポーズバッファーによって、なんでしょうね、勢いが保存できるっぽくて、もしくはジャンプがポーズの後即出せるんですかね。ジャンプ硬直がなくなる、いや、正確にはジャンプ後、もう一度ジャンプボタンを押すと、下にインクを吐いて、まあ、その後、そのインクの発射した勢いで、反動でちょっと少し上に飛び上がるというような感じの動作をするんですが、そのインクを吐く動作が、ポーズバッファーでよって、なんか、永遠にジャンプで空中浮遊できるみたいな感じの、バグがあって、その、を利用することによって一体ボスが飛ばせるので、それが Any% というカテゴリーと、それを禁止して全てのボスを倒すというカテゴリーがオールボスイズになっております。このゲーム他にもカテゴリーがたくさんあって、スクイッドパーセント、パシフィストパーセント、 100% Any% ターボと用意されていて、操作の方の、ニュークラーさんは、オールボスイズとエニーパーセントターボで世界記録を持っている方ですね。スクイッドパーセントでも世界2位の記録を持っていらっしゃいます。そうですね、このゲーム、なんというか非常に硬派なゲームで、操作方法が、ジャンプボタン、というか、左右、上でスターキーを押しても、まあ、なんか少し可愛いアピールをしてくれるだけで、実質左と右とジャンプボタンだけで操作ができるゲームですね。そうですね、あとは事前に説明しておいた方がいいことはないですかね。会場の方も盛り上がっておりますが、いいですね。これぐらいの時間帯だと、そうですね、いつも現地の時間は右下に表示されております。現在、時間は、何時でしょう。4時36分。早朝ですね、完全に。
We have $25 from Sally Feather. My husband loves watching AGDQ and got me into it as well. We took the week off from work to watch. Honk! Here's one that I think reflects what we're all thinking. And $200 from the Vanished Man who just says, Wow! Pretty great! 先ほど、押しているのかという話がありましたが、一番最初、当初、始まる前、AGDQ 初日の頃に立てられてスケジュールからは押してます。多分10分ぐらい押してますね。10分ぐらいだと思います。で、本日始まってぐらいですかね。今日の朝ぐらいのスケジュールから見ると40分ぐらいも空いてますね。まあ、今日までにすごく押していて、今日かなり取り返して、当初の予定より少し押しているぐらいに戻ってきたという感じですね。3時間ぐらい押していた時間があったので、ここから少しずつ予定時間とかに早く用意したり、ゲームが予定時間に早く終わったりということの繰り返しで、まあ、少しずつ巻いてきて、当初の予定ぐらいになったんです。ここに出てますね。ジャンプ2回で下にインクを吐く。WASD で移動で、まあ、スペースでジャンプなんですけど、上でもジャンプするんで、まあ、実質で、下キーは実質使わないので、実質3ボタンでゲームができる。ゲームですね。今回、今多分説明してるんですけど、オールボスイズなんですけれども、バージョンがこのゲーム1週間くらい前に 0.8 でしたっけが、リリースされたんですけれども、1.0.6 以降、以前ですと、この空中でインクを吐く動作の後は重力が値が高く設定されているらしくて、まあ、簡単に言うと、ジャンプしてすぐにインクを吐くと、ジャンプが短くなる、まあ、低いジャンプをすることができるといったような、あ、今、ポーズバッハの話してますね。そういう仕様があるので、1.6 以前だと、まあ、低いジャンプ、小ジャンプみたいなのが出せるみたいな感じの仕様になっていて、それを利用するようですね。始まりました。私ね、これ、スクイントって名前からもう分かる通り、まあ、ずっとイカを、イカを押したんですよね。スクイ、なんか、村の魔法使いに、なんか、主人公のイカは、なんか、魔法機械で村を守るから村を払えないから代わりになんか言ってくれみたいなことを言われるみたいな感じの冒険の始まり方なんですが、まあ常にイカ推しなんですけど、これイカなのかみたいな、過去にしか見えないんですけど、これイカなんですかね。ちょっとわかんないんですけど、ずっとイカジョークみたいなのが作中では使われていて、なんか救いダリーみたいな感じの、ウィザードリーみたいな感じのをイカともじったみたいな感じの言葉が使われていたりしますね。画面中央上に表示されているのが体力ですね。これ村でもらったマフィンが体力になっていて、敵に当たったりするとマフィンが入っていきます。で、今、わざとやってたんですが、敵にぶつかると、進行方向、今向いている方向とは後ろ方向にノックバックするので、それをうまく利用して、敵にぶつかる直前に後ろを向くことによって、前にノックバックして進むということをやっています。これ、本当に結構、さっき試したんですけど、難しくて。かなりうまく進行方向側にノックバックしていきますね。$250 from Sakasumoko who says,
$25 from Great Comet donating from behind the scenes. It's awesome to see this donation. ここのステージでは、このステージを徘徊している、なんか芋虫みたいなサメを全員倒してくれって言われるんですが、全員倒しています。で、ここボス戦なんですが、敵に近づいて弾を撃つだけで倒せます。実は、あ、そうなんです。こんな感じで、意外とシビアで、少しでも間違えると、やられてしまうんですが、まあ、いってきますね、なんとか。弾が消えるとすぐに次の弾を撃てるという仕組みなので、敵に近づいてしまうと簡単に弾を連打できると。あ、ここの、会話、これ別に、なんかスキップとかしてるわけじゃなくて単純に連打が早いだけなんですが、記録動画とかではもう本当に超高速で正しい選択肢を選び続けているので、なんかパッと見ただけだとなんか特殊なスキップ使っているのかなって思うぐらいですね。今回も一発決めてくれると嬉しかったんですけど、一度見せてしまいましたね。ここは3択の扉のうち一番右に、鍵を持っている人が閉じ込められているので、一番右の人から鍵をもらいます。そうですね、このゲーム実は会話超高速で飛ばしてますけど選択肢とかあります。結構話せる NPC がいっぱいいて、多分結構なんかどうでもいいことばっか話してる人が多いんですけど、まあ、結構ほのぼのとしたゲームですね。なんかお話も結構かわいい感じっぽいですよね。ちょっと先ほど急いでやったので本当に詳しいことまでは分かってないんですけど、突然ステージの要素が変わって、灯籠らしき何かと、灯籠というか、これなんて言うんでしたっけ、石でできた灯籠のような何かと戦うんですけど、相手が攻撃してくるタイミングでしか相手に攻撃ができないというギミックになっています。ここで、エニーパーセントだと、先ほど言っていたポーズバッファを使って、この建物に入らずに空を飛び越えて、一つボスを無視します。今回は、20% ではなくオールボスシーズなので、ボスをスキップせずに倒していきます。ここでは先ほどのサメを全員倒したのと同じように、本を倒してくれって言われるので先に本を倒していきます。このステージからは特に先ほど最初に説明したジャンプ途中にインクを打つことによって重力の値が大きくなるというゲームのバグを利用して、まあ、低ジャンプ、ジャンプを低くしたりすることによって加速を狙いますね。この歩き模様もめちゃくちゃ可愛いという。これですね。なんか今バグってやりましたが、単純に連打が速くて会話スキップしているらしいです。それにこのゲーム残機とかがなくて、何回死んでも中間ポイントがやり直しになっていくだけなので割と安心ですね。Each time it's about to attack, it basically lies itself on the floor, and a sprite starts to come out of it that represents its attack. And you can, based on that sprite, jump into it and ink on that attack to disable it. And once you ink on an attack four times while you're in it,
ここで本のボスですね。この本に上から入ると本の中に入り込めるので、この足場をインクで止めていって文字を黒く潰していくと。で、多分なんですけど、一つの足場を最初に黒く塗り切ってしまうと、すぐに追い出されてしまうので、今のように最初に3発撃つと黒く塗り切ってしまうので、2発撃っておいて一番右の足場に移動して、あれですね、完全に塗り切らずに一番右の真ん中の足場を2つずつ塗って、一番右の足場なんかを3つ塗るみたいな感じの動きをしていると思います。で、倒して今見えたのがラスボスですね。なんかこの国の王様ですかね、多分。なんか魔法の研究でどうたらこうたらみたいな感じの話なんですが、ちょっとよく分かってないです。なのでもうここラストステージですね。結構、ここの白い蛇みたいな敵を誘導して感圧スイッチを押させています。次は感圧スイッチをミノムシみたいな敵を倒すことによって、その倒した死体ではないんですけど、ミノムシをインクで濡らして重たくしてスイッチを押すみたいなリークですね。That's really important for this boss fight. これがラスボスです。ここわざと食らって食らい抜けして、真ん中のなんかインク壺のようなものにインクを入れまくります。ちょっと苦戦してますね。無理やり取り寄そうとしていますが、この包囲されるとマフィンを食われるんですが、ポーズワッファーで真ん中から弾けされるダメージを消してますね。あ、倒しました。この後会話があるんですが、会話が終わった瞬間がタイムアップです。これですね、タイマーストップ、GG です。この、エンドロールの画面で、下の、カタパルトで射出した主人公を動かすことができます。この、降ってきている黒いインクの雨に濡れると黒く染まります。ということで、ゲームボーイ、サウンドやゴエムボーイグラフィックが好きな方はぜひ買ってみるといいんじゃないでしょうか。このゲーム205円お手頃価格になっております。ここだけ見るとタコっぽいって言いますけど、イカっぽかったとこありましたかね。ですが、永遠にイカを名乗っていますね、このゲーム。ということで、スクイッドリットでした。次のゲームはアクション変化ですね。一度準備があるので、失礼します。Meanwhile, your generosity never sleeps. Let's go.